吉田さん、私はね、今ね、筋トレしてるんですよ。で、減量といいますかね、食事制限もしてます。なんでそういうことするかっていうと、やっぱりね、5年後とか10年後の自分の人生、健康を買う価値はあるなと思ってるからなんですよ。さあ、それでね、お金稼ぎについてもうちょっとね、言わせていただきますけども、この動画を見てるね、あなたの人生っていうのは確かにね、全力で物事にかける価値はあると思いますよ。もうバカバカしくって手を抜いてやらないとやってらんねえよみたいな、そんな軽い人生を生きてはないと思うんですよ。ですんでね、私はこう思ってました。インネットビジネスを、駆け出した頃、このね、バーッとやるわけですよ、バーッと。でもこれは自分の人生をつかみに行くんだったら、このぐらいはやる価値あるぞと思ってね、それ以来全くそのモチベーション落ちなかったというよりも、モチベーションないですね。いつも最高マックスやるだけなんですよ。で、そう考えると、最高マックスやって このぐらいの人生しかないのかと思ったら、私の力不足をね、思わざるを得ないんですけども、ただね、今確実に手を抜いている、諦めやすい、飽きっぽい、いまいち挑戦できないって方がいるとしたら、それはね、やっぱりね、まだマックス天井いっぱいやってないんですよ。もったいないですよ。多分ね、やれば凄まじい人生があなたに手に入ります。さあ、それで、竹原 TV の話題が出たんですけども、私はね、ビーバップハイスクールの話題も出させてもらいましょうか。ビーバップハイスクールの中の有名人といえば、中山美穂ちゃんとかね、清水浩二郎さんとか、それから仲間徹さんですよね。この3人がやっぱり物語の中心にドーンと据えられていましたけども、しかしですね、たった1回しか出てこなかったんだけども、もしくはたった2回しか出てこなかったんだけども、私たちの心に強烈にね、インパクトを刻み込んだ、そういった悪役たちもいるんですよ。いわゆる悪役ね、例えばね、西とか柴田とかね、いるわけですよ。りょうちゃんとかね。それがどうですか、今この脇役、で、主人公をしのぐくらいのキャラクターがあった彼らが今 YouTuber としてですね、もう今ね、かなり活躍してるんですよ。言ってみれば脇役ですよ。脇役が今主人公になっているというね。そして私たちも、あの悪党はどんな人だったんだろうっていうふうにね、やっぱ興味を持ってこう見るわけですよ。そしたらむちゃくちゃみんないい人で、当然ですよね、役者なんですから。で、今はこんなことしてるよ、あんなことしてるよとか、当時の裏話はこうだよみたいな感じで、なんかね、だったらもう一回そういった先入観を持って本編を見てみようかな、ビーバップハイスクール見てみようかなってことになって、やっぱ DVD を売れ始めてるんですよね、やっぱり。そう考えると、人生のどっかでやり尽くすだけやったものっていうのは、それがね、その時は脇役であろうと、何であろうと、ちょい役であろうと、必ず自分の世界を作ることができるんですよね。私はそう思っています。で、よくね、ビジネスをしているのに紹介を出せないとか、セールスを苦手だっていうのを言いますけども、それはビジネスじゃないですよ。ネットビジネスに限らず、ビジネスをする、起業するってことは、自分で日々人に物を売るってことですからね。日々発信するってことですからね。日々人からお金を取り上げるってことですから ね、これ取り上げるっていうのはあえてここで言いますけどもね、いただくっていう話なんですけども、取り上げてるわけですよ。そしてお金を取り上げた人に、もうそのお金を持ってるよりももっといい世界をプレゼントしてあげるっていう、そういうふうなね、仕事だと思うんですよ。ですんでね、いまいちね、私もその今ネットワークビジネスっていうものに対してものすごく今考え方変わったのは、ネットワークビジネスって紹介を出すのがきついって言いますけども、いや、そもそもビジネスって紹介することだろうみたいなね。こんな商品ありますよ、こんなサービスありますよ、こんな会社がありますよ、こんな人がいますよっていうふうに紹介してるわけですよ。ビジネスって別にネットワークビジネスだけが特別じゃないですからね。だからそういう意味では職業に規制はないなと思いますね。ですんで、ね、今回ね、何が言いたいかっていうと、一山当てるにはあなたの人生の丸ごとで勝負しろってことなんですよ。簡単な話ですよね。手を抜いて手に入るほどあなたの人生は安くないってことなんですよ。いってらっしゃい。